PDC ワールドダーツチャンピオンシップ p d、PD、c ワールドダーツチャンピオンシップは、プロフェッショナルダーツコーポレーション PDC が開催するダーツのトーナメントである。ダーツにおけるワールドチャンピオンシップの中でも、現在最も大きなイベントとなっており、ダーツにおける最高峰の大会である。プロフェッショナルダーツコーポレーションの起源となるワールドダーツカウンスルを設立した16人の トッププレイヤーたちが1993年にブリティッシュダーツオーガナイゼーションから完全に分離した。そして1994年からエンバシーとは別のワールドチャンピオンシップで a w d c ワールドダーツチャンピオンシップを毎年開催するようになる。開始当初の賞金総額はエンバシーの半分未満参加するプレイヤーの出身国はイギリスとアイルランド、そして 米国のみという状況であった。また、エリック・ブリストーなどの不調続きの熟練プレイヤーが増えたため、最高点は PDC のワールドチャンピオンシップの方が高いが、全体的なレベルではエンバシーの方が高いという状況になってしまい、武道を運営する面々に統計が示している通り、最高のダーツは常にエンバシーにあると揶揄されていた。しかし、 PDC やこのトーナメントを放送するスカイスポーツ、そして PDC で活躍するプレイヤーの努力と工夫により、トッププレイヤーを中心にブドのプレイヤーは、次々に PDC に移籍し、賞金はレイクサイドを超え、このトーナメントは、スヌーカーなどでは、すでにあったダーツで、初めてにして、現在でも唯一の100万ポンドトーナメントとなった。現在では日本も含んだ、 全体陸からプレイヤーが参加しており、参加人数もレイクサイドの倍以上である。しかも、武道のレベルを上げていたトッププレイヤーが PDC に移籍してきただけでなく、PDC で成長した新しいプレイヤーも加わり、ダーツのレベルに関し、年々レイクサイドを突き放している。また、少し前まで誠しやかに行われていたダーツのレベルは、PDC が上か、武道が上か、という議論は、 行いようがなくなった逆に、PDC のワールドチャンピオンだけではなく、メジャータイトル獲得者やトッププレイヤーが武道に移籍したことは一度もない。現在の日本において、ダーツのワールドチャンピオンシップといえば、PDC ワールドダーツチャンピオンシップであり、武道のものは取り上げられることも少なく、PDC のものと比べて認知度も低い。1997年、 トムリンオーダーより、プレイヤーは、開催団体に関わらず、自由にトーナメントに出場できることが確認されたが、ワールドチャンピオンシップのみは、例外で、レイクサイドで、上位16位までに入賞したプレイヤーは、基本的に翌年の、このワールドチャンピオンシップには、参加できなくなり、逆もまた然りとなったが、レイモンド・ファン・バルネフェルトのように、交渉により認められる場合もある。なお、 両方の本戦への参加はできないが、両方とも予選を通過できなかったプレイヤーは、来年もどちらの予選にも参加できる。また、PDC ウィメンズワールドチャンピオンシップや、p d c アンダー21ワールドチャンピオンシップは、この制限を受けない。このトーナメントは、獲得した、賞金額に基づく PDC の、ワールドランキングシステムである PDC。 オーダーオブメリットに反映されるスカイスポーツのプレミアイベントである。現在、賞金総額は全てのダーツイベント中、最も高い。また、スカイスポーツのプレミアイベントには、全てここにないんだ後フィニッシュの賞金5000ポンドが設定されている。達成したプレイヤーがいなければ、次に行われる。 スカイスポーツのプレミアイベントに加えられ、達成されるまで消失することなく積み立て続けられる。このトーナメントの賞金は、以下の通りとなっている。PDC ワールドダーツチャンピオンシップは、ダーツで、優勝賞金が初めて10万ポンドに達し、賞金総額が初めて100万に達したイベントである。なお、現在、賞金総額は、WD 界、武道の賞金額が、 最も多いイベントであるブドワールドプロフェッショナルダーツチャンピオンシップスのブドによる交渉総額の倍以上である。2011年における他のトーナメントとの賞金額の比較は次の通りである。スヌーカーの最高峰、ワールドスヌーカーチャンピオンシップとの賞金額との比較は以下の通りである。ワールドスヌーカーチャンピオンシップでは1989年に 優勝賞金が初めて10万ポンドに到達し、賞金総額が初めて100万に達したイベントである。日程、会場、タイトルスポンサー、テレビ放送などの情報は以下の通りである。また、テレビでは全過程が生放送されている。2011年の準決勝と決勝では、ワールドマッチプレイに続き、3D 放送が行われた。イギリスにおける、 スカイスポーツで放送された決勝戦の視聴数は以下の通り、PDC ワールドダーツチャンピオンシップを特徴づける形式は次の二つである。このワールドチャンピオンシップ専用の予選イベントが開催する場合、その地区で行われる大きなトーナメントの優勝者に出場権を付与する場合、普段の成績から出場者を決める場合がある。 各種オーダーオブメリットより選抜された54名を除くプロフェッショナルダーツプレイヤーズアソシエーションのメンバーが参加できる。2011年の予選より決勝進出者がワールドチャンピオンシップ本戦に出場でき1位が第1ラウンドから2位が第0ラウンドからの出場となる。このトーナメントの形式は2006年以降 すべてベストオブ級レックスであり、レイクサイドの予選と異なり、本戦進出プレイヤー以外の上位入賞者には賞金が払われる。本戦への出場条件や賞金は以下の通りである。以下は本戦に参加するプレイヤー数とプレイヤーの出身国数である。参加人数の左がイングランド、ウェールズ、スコットランド、北、アイルランドを別として見た数。 右がイギリスを一つとして見た数である。本戦の形式は以下の通りである。数字の若いラウンドから、そのラウンドが終わるまで一つずつ試合が開催されて、いくが第0ラウンドのみ、勝者が勝ち上がる。第1ラウンドと同じ日に行われる。3位決定戦はある年とない年があり、2011年は行われなかった。 すべての試合にはタイブレイクがあり、最後のセットのみにレックズ差がつくまで勝ちとならないが、5から5となった場合、スローフォーブルを行って、先行を決め、そのレックを取ったプレイヤーを勝ちとする。これは、レック形式のラウンドにも当てはまるが、数字の前にのついたものは、タイブレイクはない。決勝が行われる前に、p d c アンダ e r 2ワールドチャンピオンシップの 決勝が行われる。形式はベストオブ9レックスである。各年の各ラウンドにおけるセット数は以下の通りである。すべての試合にはタイブレークがあり、最後のセットのみにレックス差がつくまで勝ちとならないが、5から5となった場合、スローフォーブルーを行って先行を決め、そのレックを取ったプレイヤーを勝ちとする。これはレック形式のラウンドにも当てはまるが、 数字の前にのついたものは、タイブレイクは、ない。このトーナメントの結果は、以下の通りである。このワールドチャンピオンシップでは、ナインダーとフィニッシュが、合計5回達成されている。以下は、各トーナメントで行われた全試合の平均値である。基本的に母集団は、上記のプレイヤー数と同じであるが、1996年と1997年は、 ゲイリー・モーソンとショーン・ラウンズを除いた22名、2003年、2004年、2006年は、ラスト32からとなっている。このイベントの歴代の記録は、以下の通りである。このワールドチャンピオンシップの記録は先頭に、全ワールドチャンピオンシップにおける記録は括弧内に記す。ただし、レイクサイドに出場した、経験のないプレイヤーは、括弧府の数字をつけていない。 ここでは回数に関する記録を紹介する。ただし100以上の平均値となった対戦記録の回数は100以上の平均値の項で紹介する。180の記録は2009年以降のものに限定する。2010年、フィル・テイラーは第1ラウンドから決勝まで、エイドリアン・ルイスは第1ラウンドから準々決勝でフィル・テイラーと対戦するまで、 常に対戦平均値が100以上となっていた。2011年までで11回達成されている。2011年までで最高はフィルテーラーの111.21である。2011年までで最高はフィルテーラーの41回である。2011年までで5回達成されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。